はい、こんにちは。J1BJT です。2023年8月25日、金曜日です、えー。ハムフェアでね、ポーターの説明聞いた人もいると思うんですけども、なかなかね、わかんないぞーと、実際どうなのっていう話もね、ちらっと聞いたんでね、簡単にね、今日ね、ご説明しようと思います。ポータ、ーパークス・オン・ジエアですね。とりあえずハンター、こんな感じじゃないですかっていうものを、自宅からね、こんな感じでできるんじゃないですかっていうね、ことをざっくり説明しようと思います。 でポータのプログラムに関しては、私も過去の動画でね、いくつか出してるんですけどもね、公園からの、ね、移動運用になります。公園からの移動運用サービスみたいなものなんですけども、相手先の、ね、更新として、ね、ハンターっていうのがあるんですけども、これはね、どこからでもね、更新すればいいんですね。公園からオンエアしてる人を見つけて更新すれば OK。それだけの話です。本当にね、それだけなんですね。 ポーターには、ね、2つサイトがあって、p a r k s o n e a i r c o m ってね、全体を説明しているページがあるんですけども、その他にですね、こちらにポータ .app っていうね、こういうサイトがあるんですね。これはリアルタイムにポーターをやっている局のスポット情報がね、出たりするところでね、これをね、使うと分かりやすいと思います。で、このポータ .app ってところっていうのは、 誰でも見えるんですね。実は今ね、サインインとかしてないんですね。私一応メンバーですけども、会員登録してますけども、これサインインしてない状態でこの表示を見ています。ここに出てるのが、この今現在ですね。8月25日の夕方6時42分なんですけども、これ現在のまあ各局、世界中で出ているっていうものがあります。ここね、J がありますけども、これフィルターができるんでね、バンドがね、ここにあります。 40m、20m 40、15m 20、6m 15とかね、あるんですけども、で、モードが FTA と SSB、データ、フォン。で、プログラムが、まあ、これ出てるところだけですけどもね、日本は J だったりします。これ今ね、日本 J で選ぶとね、2曲出てるんですけども、1つはね、QRT って書いてるんで、もう,うオンエアやめちゃったと思います。で、左側にあるのが、 え、これね、ポーターをアクティベートしている人なんですけども、JH1NHK ポータブル P というコールサインで出ています。ポーターのコールサインは、ポータブルとかね、付けるのとつけないのって、全く別々のコールサインとして扱われるので、ここはね、ちょっと注意が必要なんですけども、この次に出てるね、JA1306 っていうのは、公演の番号になります。ポーターで登録している公演の番号で、全世界ね、いろんな公演家があるんですけども、それにね、割り振られています。 この今ですね、こちらの方の JA1306 東高根森林プリフェクチャルパークって書いてるんですけども、この公園はうちのものすごく近所の公園なんでね、えー、多分大体繋がると思うんですけども、ここに公園番号。次に JP の KN、神奈川県。で、今オンエアしている周波数が 50.313.0kHzFT8。ポータの周波数は全てね、kHz 単位でね、書かれてます。 50313.0ですね。FT8 の国内でよく使われている標準的な周波数 FT とやってます。で、この下にあるのは、スポットとしてですね、どこかの局が何かの形でね、受信したものが表示されています。ここにあるのは JP1LRT とかって書いてますけども、こちらの局が RBN、リバースビーコンネットワーク上で、多分スポットとしてされてる局だと思うんですけども、マイナス 17デシベルで受信してますよというのが14ミニッツは514分ですね14分前ですね07時29分 UTC ポーターの場合ね世界的なプログラムなんで全部 UTC で時間をね世界協定時で表すんですけれども7時29分日本時間だと夕方の4時29分ぐらいにこの信号を受信してますよというのがあるんで少なくともこの14分とか15分前ですね はこの周波数でちなみにね30分たつと、えー、30分経って信号が全くない状態だとこのスポットは自動的に消えたりしますけれどもここにリスポットとかってねこういうのがあってあと履歴とかがあってこれを見ると誰がどんな風にやってたかっていうのがね分かったりしますこれ今ねこう見ると、まあ、こういう風な履歴があって RBN で拾われてるとか 例えば BED ってこれ多分中国の局だと思うんですけども中国局とやっているとかね12メーター24メガの FT8 で中国局と更新できているとかそういうものもねちらっと垣間見ることができたりしますでちなみにねここの情報で見えるのはこの東高根森林公園とかどういう情報かってクリックすると東高根森林公園っていうのがこんなステータスになってますよと地図がどのようにありますかっていうのもね全部見れるようになってます ここにね、この公園の情報があるんですけども、日本の場合はちょっと英語だと分かりにくいんで、一番下のとこですね、ここにね、日本語表記がね、おまけで入ってます。県立東高根森林公園ですね。こんな風に入っています。で、これのウェブサイトってもあるんでね、これをクリックすると公式サイトも飛ぶことができます。はい。県立東高根森林公園。神奈川県の公園です。川崎市にあります。 ここにアクティベーションって書いて過去にここからオンエアされた履歴もね全部載ってます8月13日にこの曲が、えー、CW データフォンってねどんなモードでもポータの更新って有効なんですけども CW で0データで12フォンで0とかあるんですねでそうするとこの公演ではどんなあのモードでね運用されてることが多いかっていうのはねなんとなくわかるんですね CW の人もいるし、データの人もいるんだけども、まあ、フォンの人もたまにいますよ、みたいなね、感じでやられてると思います。えっと、今仕方出てたね、JH1NHK さんはデータで以前やられてますね。2023年の5月15日にデータで21更新やられてます、という形です。ちなみに私ですね、アクティベーターとしてここでも8回ほどですね <laughs>、やってると。 8回ほどやっていて220更新とかですね。アクティビータでやってるって、うちの近所の公園なんですけどね。そんな場所だったりします。まあ、ただ単にね、これが出てたらね、ここと更新すればいいだけなんですけどもね、その他にいろいろ知りたいことがあったらね、違うところを見たい方がいいと思います。今オンエアしているのが、JH1NHK Portable P というね、コールサインで出てます。これを、例えばですね、えっ、ー、と、 PSK レポーターってわかります ?FT8 をやってる人は大体使ってると思うんですけど、今 FT8 でオンエアしてるんで、この FT8 の電波がどこに飛んでるかっていうのを、この PSK レポーターでね、コールサインを打ち込んで、これでもってですね、セントバイクですね、ここが送ってるものを12ア o u r じゃなくてですね、まあ30分以内でパッと検索してみると。そうするとこんな感じでね、出てくるんですね。 これ世界地実なんでね、えー、こんな風に出るんですけども FT8 なんでオンエアしてるね周波数によっては海外まで飛んでいったりする形になると思いますえっ、ー、とまた今変わっちゃったんですかね7分前だと21メガですね今あのこちらのこの色は15メーターですね赤色が6メーターの50メガだと思うんですけども まあ今ね、それよりも新しい情報だとね、7分前とか21メガとか2分前とかなってるんでね、QSY したんじゃないかなというふうに思います。で、これでまたちょっとこちらに戻ってみるとね、これをリフレッシュして、追随してくるか。多分ね、入ってないんですけども、これは、えっ、ー、と、他のですね、リバース便行ネットワークとか PSK レポーダーとか、まあそういったところで、誰かに補足されるとこれがリフレッシュされるんです。自動的にね、変わるんですけども、これ変わってないんで、 このスポット情報だと50メガで出てるってことになってるんだけども PSK レポーターとかでですね最新の情報をこうやってリアルタイムで見ると15メーターバンド15メーターの FT8 に出てるんじゃないかなっていうのはねこれでわかりますまああとはね実際にねそのオンエアしているバンドモードを捕まえて更新をすればそれだけで終わりですハンターとしては 公園からオンエアしている人と更新をすれば、それだけで終わりです。OK です。あとは何もする必要がない。これがね、ハンターなんですね。まずはそこまでができれば OK です。会員としての登録をしていなくても、こういうね、更新ができたらね、それはね、どん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 蓄積されるって、そういう仕組みになっています。じゃあ実際にねサイン,インしてみましょうか。自分のね、えー、サインしてみます、えー。ちょっと隠しちゃいますけれども、あの、こうやってね、 アマゾンのアカウントであったり、グーグルのアカウントであったり、フェイスブックアカウントであったり、あと、E メールだったり。で、これで登録できるんですね。で、その自分の登録しているもので、ログインっていうかですね、サインインすればね、入れる形になります。はい、これで入りました。はい。これでね、入れたんですけど、こう、J1BGT ってね、自分のページに入ってます。これでね、入れればね、このポーター APP で自分のところで入れれば、もう登録が成功してるってことですね。まあ、登録の仕方はね、過去の 動画とかでもね、紹介してるんで、もし気になる方があったら、それを見てください。まあ、見なくてもね、すぐ登録できちゃうもんなんですけどね、こんな感じです。じゃあ、プロファイル見てみましょう。これね、自分のページで見ると、コールサインと、あと、アザーコールサインとかね、こういうのが出てくるんですね。あと、どういうふうに自分があのアクティベーションとかハンターやってるかっていうね、記録と、あと、アワードが出てきます。ログはですね、すべてアクティベーターさんっていう形でね、公園からオンエアしている 公園から CQ ポーターとか出している人がログを片側でアップロードすればそれだけでオッケーです。ハンターは何もしないでオッケーです。アクティベーターのログが蓄積されているだけなので自分がね、今日登録しても先週とかね、1年前とか場合によっては2年前以上にね更新したものがポーターと更新したことがあればそれは記録として全部イモズルで上がってくるので場合によっては最初に アクセスした段階でね症状がもらえてたりするっていう人もいるかもしれないです。まあ、こんな風な形で見えるんですけども、えー、実際にねこういうところがあるだけですねで私のアワードってやるとこうやってアワードの、ね、記録がズワーッとこんな風に見えたりするんですけどねこれはね登録しないと見れないんですけどもいつ登録しても大丈夫です。その他に使いやすいっていうかですね使っとくと便利なものっていうのがあってマイアクトっていうのがあるんですね 毎役とっていうサイトがあるんですけども、こちらの方で日本の地図の上にポータの公園とかですね、それがプロットされてるっていうものがあるんですね。こういうのが。これがね、すごくね、使うと便利です。これ自体は、えっと、ウェブなんですけども、さらに便利な使い方があってね、多分それ説明しているページもあると思うんですけども、赤くなってるとことね、緑になってるとこがあって、 これ今ハンターとしての自分の履歴をねこちらに反映させている状態で見てるんですけどもえっと今のですね東高根森林公園ってのはここにあるんですね川崎市宮前区にあるんですけどもこの JA1306 って東高根森林公園は赤くなってるっていうのはこうクリックすると出てくるんですけども JCC が1103行政区まで入れると110306川崎市 宮前で、グリッドロケーターで PM95TO048 桁まで出てますけども、まあ、PM95TO とかね、ここまで出ています。標高25.4メーターぐらいとかね、まあ、位置情報とか出てたりするんですけども、こういう情報がね、スッとね、出てくるんでね、これあるとね、便利だと思います。で、QSO、Q、SO、になってますね。ハンターとして私はこの公園と急行進してるっていうね、それまで全部出てます。これはね、あのどういうふうにやるかっていうと、 えっと、ポータのね、この、こちらのサイトがあるんですけども、このね、自分のところから、マイスタットっていう統計情報ってあるんですね。この統計情報で、えー、アクティベートとハンターってあるんですけども、このハンテッドパークっていうのとかね、こういうのがあって、エクスポート CSV ですね。これエクスポート CSV ってやると、今このハンターとして、 えー、どことででききたたかっていうデーータをね全部ダウンロードできた形になりますそれを myact っていうサイトに行ってここの歯車になってるところがあるんですけどもこちらでポンと押すと、えー、この中にですねポータのログファイルを選択これで今ダウンロードしたファイルを選んでアップロードってやると、えー、それを取り込んだ形で反映できるようになる ふになってます僕ちょっとこ昔のデータなんで6月25日のままになってますけどもこれ今ちょっとやってみましょうかダウンロードでね、えー、ここですねこういうのが出てくるんでねこう,う,うにやってこのハンターパークスなんとか CSV って CSV ファイルで貼るんですけどもこれをアップロードってやりますアップロードすると8月25日これでね新しくなりましたちなみにこのインポートとエクスポートっていうのは エクスポートってやるとことか番号が発行されるんですけどもその番号を控えておいて自分の持っている例えばスマホとか別の環境にねその番号を打ち込んでインポートってやるとね、えー、これと同じものがね反映されるようになるような仕組みになってるんでねこれは多分、えー、マイアクトの使い方の説明がねどっか書いてあったと思うんで、えー、読んでいただきたいんですけどもこんな使い方ができますと。 えー、QSO13 ですすねね増えてます、ねえー、6月の時よりはもうちょっと,13と1306ってここをクリックするとこんな感じでねあのポーターの公式サイトのこの J1306 ってとこに、ね、飛べたりするんでねこのマイアクトっていうのがあると、えー、自分はねどこの公演をハントできていてハン,、えー、ハントできてないとかっていうのはね一目瞭然なんでこういうものもね併用するとねすごくね簡単に、ね、追いかけることができます。 とりあえずハンターとしてはこんなもんですよってねこれだけをお話ししましたけども、えー、これがね反映されるのはアクティベーターさんがログをアップロードしてくれるということがあってそれで初めてね反映されるんでねその日の夜にね反映してくれる場合もあるしまあ1日2日後ってこともあるんでねすぐに出ないこともあるかもしれませんけども更新したら自分で後でね確認すると状況がわかると思います。 それを確認するのは自分のところからここにハンターログってあると思うんですけどこのハンターログってやるとですねこうやって、えー、いつどんな更新をしたかっていうのが出てきますね僕ちょっと最近お休みしてるんですけども8月15日に ZL1BQD っていうこれはニュージーランドの曲ですねこれとね10メーター28メガの FT8 でやってます ZL0003 っていうねこういうコンでやってますとかね こういうのがね、全部ずらーっと出てきます。これ自分は何も登録してないです。ただ単に更新しただけです。えー、QSL との交換とか全く何も必要ないんでね。のポーターに閉じてやるだけの話で言うと、ただ単にポーターで出ている曲を見つけて更新すれば OK。それで終了です。で、自宅からやるときは多分、巣のコールサインですね。だいたい6桁のコールサインだと思うんですけども、これだけで済むと思うんですけどね。移動用で自分がね、外から 外から JA1BJT じゃなくて JA1BJT ポータブルワンとかで運用してポータ局を呼んだりするとそのポータブルワンっていうものは別のコールサインとして違うものとしてねカウントされちゃうんですね。それをこれに紐付けるように下にくっつけるためにアザーコールサインっていうところに JA1BJT って登録しとくとね、それが全部紐付いた形で集計されるんですけども、それだけやっとけば 大体は大丈夫です。まあ、ここのね管理は、ねまあ、別途細かい話なんでね割愛しますけども、表示がどうなっているかってねここから見ることができます。マ、ま、イ、あ、アカウントってところをクリックすると、自分のね、えー、アカウントこういう状況になりますと。で自分の名前とかありますけども、コールサインでね J1BJT っていうのは、ね、プライマリー、主要なねコールサインになっていますと。でこれの後に J1BJT のポータブルワンテてもねくっつけてます。でこういう風にやってると、あのこのこの コールに、ね、紐付けられた形で、全部集計されまますすよっってて形になってますねでこのスタートとね、これどこからどこまでっていうのは有効日の管理がされてるんですけども、これ何も入れてないんでね、プライマリーに関してはね、ずっと自分だってことを言ってます。で、J1BJT ポータブル版に関してはね、ちょっと真面目に入れてるんですけども、これ再開局したのがね、一昨との9月3日に免許もらってるんでね、まあそこから入れてるんですけどね、本当はね、この J1BJT もね、 まあそこから入れてもいいのかなっていう気がするんですけどもこんな感じの登録にしていますもちろんこれでねポータブル P をつけてる運用の人はこれを足せばいいだけの話なんでねアッドコールサインってこれを押せば追加で登録することは簡単にできますじゃあハンターって何が楽しいのってことなんですけどもえー、っとポーターの遊び方は人それぞれなんで本当に多岐にわたるんでどうとも言えないんでねまずはハンターから始められるんで こんな感じでね、ちょっとね、やってみたらどうですかっていう話をしています。スポット情報を見て、今 JA やってますけど、JA 以外でもいいんですけどもね、こうやってザーッとやると出てきます。で、例えば今ここだと DS1 って、これ韓国ですよね。韓国で14メガの FTA なので、多分ここもね、今、あの人によってはつながったりすると思うんですね。海外の局とやっても全然 OK です。 で、これで何が楽しいかっていうと、自分のこういう,うプロフィールのところからですね、こう下に全部あるのっていうのは、アワードなんですね。これ、アワードは電子的に発行されるんで、PDF で発行されます。で、一応それをね、あの、PDF なんで、それを印刷すればね、カラー印刷すればね、A、4、1枚ぐらいのね、症状になるんですけどね、自分でセルフで発行すれば、それはそれで楽しいんですけども、まあ、こういうものがね、かなり事細かくいろんなところでね、 適宜ね自動的に発行されるものばかりですブロンズアクティベーターとかねブロンズハンターとかいろいろあるんですけどもハンターとして何十個ね公園と更新できたっていうとそれでハンターでブロンズとかシルバーとかゴールドとかプラチナとかダイヤモンドとかねサファイアまあいろいろザーッとあったりするのとかまあこういうのがいろいろ用意されているんでね えーまあ、自慢していいのっていうのはキロっていうのがあるんですこれアクティベーターの活動なんですけどうちの近所のね絹田、ね、公園から僕はアクティベーターとして先行試飲してるんでこれをもらってたりとかあとは、えーまあ、DX ハンターってあるんですけども、えー、自分のね、えー、日本は1つの単位なんですけども例えば他の国、えー、アメリカであるとかねなんかそういったところと数えて5個ねできたとか。 でできたたとかそういうんでこういいの DX ハンターっていうものをもらえたりしますあとは日本の中でオールプリフェクチャーってあるんですけども47都道府県全部ねどこが1個の公園でもハントできたっていうのがね積み重なると47都道府県できたっていうんで,でワークとオールプリフェクチャーズインジャパンっていうねこのハンターとしてのアワードがもらえたりします。まあ、こういうものがいろいろあるんで、えー、自分がねどこに楽しみを見つけるか っていう次第でのめり込み方がね変わってくると思うんですけどもまあまあ簡単じゃないかなと思いますアクティベーターはログを出さなきゃいけないんですけどもそのログの出し方も今はねそんなに難しくなくなってるんでねこれは別途あの別の動画でね紹介しようと思いますけどもまずはハンターだとログも何にもアップロードしなくてよくてただ単にこのスポット情報を眺めて自分が更新できそうな曲がいればそれと更新してみる これはたまたま FT8 で更新してるんで、データモードですけども、夕方の時間帯、1エリアの夕方の時間帯だと、430MHz であるとか、2メーターですね。これで FM で、ハンディで出てる曲とかもいっぱいいるんで、まあ、そういうものをね、追いかけるっていう楽しみもあったりするようです。あとは国内だと、やっぱり40メーターの CW であったり、数は少ないですけども、SSB も出てたりします。 あと、各バンドで言うと FT8 ですね。FT8 は7メガからまあ上はね、えー、430の FT8 までもありますし、夜になると3.5とかね、えー、1.9ですから、まあ、80メーターとか160メーターバンドの FT8 とか、まあ、CW でオンエアしている曲も、ね、出てきたりするんで、まあ、いろんなバンドモードでいろんな人が公園からオンエアをしている。まあ、出ていると。刺激出していると。それを 呼,ぶで,呼んで集めるっていう話ですねでこの「マイアクトで見るとねいろいろ分かると思うんですけども赤いのはあのもう「ントできたところで緑は「ハントできてないところなんですけどねオレンジ色っていうのがねちょっとね変わったところがあって国立公園とかだとあの国単位なんですけどもねえ複数の県にまたか,かってたりします。そういういになってると どこがいいかなあ秩父多摩会って近所なんでね、これ見ますけども、秩父多摩会国立公園ってあるんですけどね、JA0014 です。これ、公式サイトのをクリックすると出てきますけども、この JA0014 っていうのは、秩父多摩会国立公園なんですけどね、秩父、多摩、会、ああ、そうなのかってなるんですけども、これ、長野、埼玉、東京、山梨、都県でいうとね、4つこうまたがってるんで、 それぞれ運用した場所でね、同じ講演番号でも違うのとして扱われます。JA0014 としてはどこでも一緒なんですけども、アクティベーターさんがアクティベートした瞬間には、どこかの都か県に、都道府県にね、必ず所属してるんで、JA0014 の東京でアクティベートしたのか、山梨でアクティベートしたのか、埼玉なのか、場合によってはね、ちょっと少ないんですけど、長野なのかね、そういうのがあるんで、 えー、同じ公園でもね、4つ集めないとコンプリートしたことにならない。まあ、そんなことがあってね、隠、えー、されているわけじゃないんですけども、まあ、難しい公園もあったりします。まあ、ちなみにね、公式サイトでもね、こ,のここからね、マップってやるとね、こんな風にプロットされるのでね、こうやって見ることもできるんですけどもね。 まあ、こうやって見ると、ここでこういうね、J1306 ここですよとかね、こういうふうにも見ることはできるんですけども、まあ、先ほどのね、マイアクトね、こういうものでね、こうやって、ここにサーチってとこで、J1306 とかね、こういうふうにやるとね、こうやって出てくる。これでもね、出てくるんでね、2つともね、これいいのもね、併用してみるとね、わかりやすいと思います。はい。ポートのハンターについてね、ざっと説明してみました。 スポーターのね、片鱗でしかないんですけども始めるのはねものすごく簡単ですサイトにねアクセスしてスポット情報を見てね更新するだけそこだけですでその後、ね、あのねちゃんとねやろうと思ったらね登録した方がいいですし本当は知っとかなきゃいけないこともあると思うんですけどもごくごく普通のアマチュア無線で何らかの形で更新ね普段できる人であればね何も問題なくできると思うんで面白いと思ったらやってみてください J1BJT でした それでは次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。